こんにちは。見えておりますでしょうか。友人 A でございます。こんにちは、ホロライブ裏方の友人 A です。よろしくお願いします。あ、ちょうど曲が終わってしまった、すいません。終わってしまったところなんですが、はい、これから明日、明後日はホロライブの全体フェスビヨンドダステージということで、今日も今回も豊洲と一緒の感じで配信とつまちをしたいと思います。こんばんは、ありがとうございます。いやー、すいません、ちょっとPC が一回落ちまして、いやー、どうなることかと思ったんですが、来ることができました。すいません、よろしくお願いします。皆さんのとつまちは35分ぐらいから来るようなんですが、ちょっとそれまでに音量のバランスとかを見させていただければと思うんですけれども、音量問題ないでしょうか。ちょっとうるさかったりしたらなんとかしますので、よろしくお願いします。一応このまま、もしよければこのまま行かせていただきたいと思います。あ、頑張ります。めちゃめちゃ緊張してます。はい、ちゃんとみんなからのチャットにもね対応しないとと思うんですけど、はぁ、あと1分ぐらいかな。ちょっと BGM を、ちょっと BGM 下げますね。はい、ちょっと下げました。はい、ありがとうございます。明日、明後日ですね、ビヨンドダステージホロライブの全体ライブが2日間にかけて配信ライブなんですが行われます。もしよろしければみんな応援しに来てくれると嬉しいです。ということで、いや、あと1分ぐらいですね。いや、みんな来てくれるかな。ちょっと来てくれなかったらね、どうしようっていう感じなんですけれども、ちょっと手がやばい、震えている。手が震える、すいません。ちょっと頑張ります。最初誰か来てくれるといいんですが、ちょっと、はぁ、ドキドキする。35分になったらみんな来てくださいと言っているので、来てくれるかなと思うんですけれども、一応こんな感じでめちゃめちゃくだらない一人遊びを考えていました。18歳未満はダメ、激辛カレー食レポ、丸々にしたいホロメン語り、 ID&EN メンバーさんからもお手紙を読み上げ、あと超えていくホロライブでインゴフも少しは似たいホロメン声真似など、はい、地味な企画を用意しているんですけれども、地味すぎてやりたくないので、できればカレーをね食べたいんですが、あとお手紙ももちろん読み上げたいんですが、一人で遊ぶのはなんか悲しすぎますので、いや、できればみんな来てくれたら嬉しいなということで、あ、35分になりましたね。それそろそろ来てくれるかな。皆さんよかったら来てくれると嬉しいですって、私がちょっとコメントしますね。いやー、じゃあそろそろ来てくださいと。お、お、来た来た、もしもし、もしもし、あ、もしもし、そら、あ、でもなんか話してきてるかな。そら放送見ながらやってたから。あ、なるほどね。そら来てくれた、最初にありがとう。ちょっと乗っちゃった。誰ちょっとね、まあ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 、まだ初心者だからね、新人だからね。そっかそっか、マイクに放送の時拾っちゃうか。そう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 、多分設定によってはね拾っちゃうじゃないか。やばい、私今手がプルプルしてたから、本当に来てくれてよかった。と、ソラが来てくれました、ありがとう。やっほー、皆さんこんにちは、月のソラです。今放送にも出ているはず、出させてもらいました。ソラが来てくれました、ありがとう。はい、こんにちは。ソラは何日目に出るんですか。1日目。1日目、明日だ。え、緊張してる。あんまり、あのね、なんか、はいはい、みんな一緒だからそこまで緊張してない。うんうん、あー、一人だとやっぱもっと緊張する。一人だとやっぱりプレッシャーがすごいから、なんか全部失敗できないみたいのがあるけど、うんうん、なんか大人数だから、うんうん、みんながいれば大丈夫みたいな。あーまあ確かに心強さあるよね。うん、いや、この前もねすごくソロライブももちろん良かったけど、なんかこう、うんうん、グループの中で歌う空もすごく気になるから。いやー、ね、そうだよ、みんなあれだよ、グループどこまで行っていいか分かんないよ。あ、確かに
そうでも私はね知ってるから、まあなんかこんな感じか、あそれで来るのかとかねあるけど、うんうん、なんかなんだろう、どこまで確かに言っていいのかあれだけど、なんかこう見てもらいたいところとかある？本当になんかなんだあグループのねやつがあるわけですよ。グループのやつがある。ある。なるほどなるほど。それをなんかなんかね一生懸命ダンスとか、頑張った振り付けが今回あるやつが実はあって、えみんなで一緒にとか。そう。それをねぜひぜひねみんなに見てほしいなって思う、はいはい。なるほど。じゃあみんなのちょっとお揃いの振り付けみたいなのも。見てほしいなって、まあ何の曲だかはちょっと当日のお楽しみっていう感じだね。だけどなんかみんなで一生懸命こうダンスレッスンして、うんうん、で振り付けをねみんなで覚えながらやったのがあるので、うんうんうん、それをねぜひ見てほしいです。いやー楽しみだ なんか楽しみだよね。家だからさ逆にいくらでも声を出してね、サイリン振って盛り上がれるから、暴れられるから、暴れられるから、よかったら皆さんもお願いできると嬉しいなと思います。なんか声出してね、あ緊張迷惑にならない程度に声を出して楽しんでいただけると、そう壁ドンとか触れないように、それはちょっとねあの気まずくなっちゃうからね、ちょっと気をつけていただきつつお願いできればなと思います。じゃあなんだろう一言最後にこう意気込みをお願いします。はい、なんかね、去年と違ってね、2日間も行われるフェスということで、はいはい、ね、2日間、どっちもね、やっぱ、それぞれのチームと言いますか、のね、個性とか魅力がいっぱいあると思うし、はい、こう、1日目見た人は2日目見て、あ、こんな感じなんだっていうのがわかると思うから、ぜひぜひ、こう、連続でね、2つとも見てもらえたら、嬉しいし、やっぱみんな大好きになってもらえたら嬉しいです。ああ、さすが先輩として、一番の先輩としてすごい。なんかコメント力が上がってて、ちょっと、なんか寂しいな。さすが。私は裏にね、こうずーっと佇んでね、胃を痛くしながら。そういう、うんってやってるから。うん、いいなってやってる。そう。いやこんな状況いや本当に来てくれてありがとう。明日頑張ってね、応援してるというかいるからね、舞台裏で行ってきてってやるからいっぱいチョコレート持ってくね。あれ喉はでも気をつけてね。確かにチョコレートはいいけども美味しいから。はい、じゃあ、こんな感じで頑張ってきてね。はい、頑張ります。はい、ソラでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゆーちゃん頑張って。ありがとう。はい、バイバーイ。いやー、ソラが来てくれました。一番乗りに来てくれてなんか嬉しいなという気持ちです。いや、次もう同じ未来を見ていたい、あの夢